はいえー、カモンシティどうもダイナ・ジョニーです。しゃということで今日なんですけど、えー、まあねえー、っとブラックフットボールチャンネルあんまりね更新されてなくて申し訳ないんですけど、まあ、あの僕がちょっと体調を崩しまして、まあ、詳しくはもうあのダイナ・ジョニーチャンネルの,あの最新の動画をチェックしてもらいたいんですけど まあ、インフルかコロナ、ちょっとどっちかわかんないんですけど、えっと、かかっちゃって、で、まあ、病院がね、全然開いてなくて、結局行けてなくて、もう完治しちゃったので、ほぼほぼ、結局どっちかわからない謎の病に侵されてましたって感じなんですけど、えー、っとね、なんでちょっと、えー、っと、29日にかかったので、えー、っとで、今、とって、 出してるのが1月3日なんでまあだいぶちょっと空いちゃったんですけど、えー、まあちょっとまたあの復活できたらいいなということで、えー、まあ、そろそろ復活していこうかなっていう感じでまあお秋広さんにね、まあ、とりあえず動画だけ撮って報告をしておいてっていうふうに言われたんで、えー、ちょっと動画撮っておきますはいまあもう以上で終わろうかなと思っちゃってるんですけどまあまだせっかく まだ1分半しか経ってないんで、もうちょっと喋ろうかなと思います。えー、っとね、結構僕はね、あの、プラックフットボールでもなんかね、脇広さんがメインになっちゃってて、あの、僕はちょっと脇役会になっちゃってるんですけど、あのー、僕の方がね、多分、プラックフットボール投稿頻度低いと思うんですけど、ま、ああの、自分の、 チャンネルもうちょっとやってて、まあそっちをメインに更新しがちなので、あの、で、サッカーチャンネルの方も更新してっていう感じで、で、昔はね、自分のサッカーチャンネルも持ってたんですけど、ちょっとね、さすがに4チャンネル、僕4つチャンネル持ってたんですよね、その時だから。それで4チャンネル同時に、 なおかつサッカーチャンネルをさその週1本以上更新したかったからそういうのはちょっと理にかなってないと思って、まあ、きつくってやめたんですけどで今のプラックフットボールがあるんですけどまあこのプラックフットボールっていう環境ならもう明宏さんが動画を出してくれるから、まあ、僕も結構気軽に動画を出して、まあ、週12本ぐらいの投稿にできるしっていうので。 まあそういうのでやってましたから、まあその携帯は今後も続けていこうかなという感じですね。はい。<laughs> まだちょっとねなんか、こうやって喋る、喋るとこう、鼻声になったりとか、まあ今も鼻声なんですけど、すげえ聞き取りづらかったりして、ちょっとねまだ動画ね、撮りたくないなって感じなんですけど、まあまたちょっと完全回復したら撮りたいなと思ってるので、 ただまあ、マイティームシティの試合に関しては、もう今季は2試合しかないし、今季じゃなかった、1月だ。<laughs> 1月は2試合しかないし、まあ、プレミアリーグも、えー、っと、1月中盤のリーグ戦最後で、なんか、インターナショナルマッチリーグみたいな、なんかあるのかな知らんけど、があって、また2月の頭から再開ということで、まあ、ちょっと動画にする内容とかも考えながら、えー まあちょっと今後も、ちょっと、まあ、スロースタートになりますが、えー、見ていただけると嬉しいです。はい。まあ、てな感じで。えー、まあ、ちょっと、まあ、もうしばらく動画出せないかもしれないですね。この鼻声と、ちょっと聞き,ご聞きづらさがあるんで、ちょっと。うん。まあ、話そうとは、こう、高く話せるんですけど、とかね。まあ、無理なんですけどね。 結局あんま変わってないんで、ちょっと鼻声がすごいんで、今動画も今まで、最近は自分のチャンネルも撮ってないんですけど、全然。あのー、ちょっと、聞きづらいので、で、僕の動画ってなんか基本ちょっとラジオ感覚でお届けしてるんで、あのー、動画の画面見なくても、あのー、自分の喋りで楽しんでもらえたらなと思ってるんで、そういう意味でちょっと <laughs>、あのまだ鼻声で聞き取りづらいっていのはちょっと、 きついなと思うので、この辺が回復したらまた動画出したいなと、思いますんで、ちょっとしばしお待ちください。なのでまた、まあ、ジョニーチャンネルの方、見て、まあサッカーは関係ないですけど、えー、楽しんでもらえたらなと思います。まあそんな感じで、ちょっと、謎の山にかかってましたっていう報告でした。バイバイ。あ、で、<laughs> あのー、 1>, 1月10日の、なんだかな、カラバオカップかな、ぐらいから多分、配信は、えっ、ー、と、再開すると思うので、まあ、年始明け最初の配信楽しんでください。あとは、まあ、ニューカッスルシティとかもあるんでね、その辺も楽しんでください。ってな感じで、また配信の方でお会いしましょう。バイバイ。